して、そのままユースに上がり、でユースの、高校2年生、17歳の時に、こっちの試合に出れるようになったので、それがJリーグに入ったきっかけですね。まず僕はアーセナルに、ここはアーセナルからオファーをくれたっていうのはもう間違いなくベンゲルのおかげだと思ってますし、やはり一番最初のクラブにアーセナルに行くっていうことが、それ以降の僕のヨーロッパのキャリアの中ではすごく重要な部分を占めてたと思うから、まあ、だから、まあ、すごく今思うとアーセナルに行けたっていうのは、まあ、すごく感謝してますし、まあ、ありがとうとは言いたい気持ちはあります。まずその前の年にアーセナルでほぼ試合に出れずに まあ、あまり納得のいかないシーズンを過ごした中でワールドカップでしたけど、まあ、その、ストレスっていうのをワールドカップですごく発散できたと思うし、まあ、すごく貴重な2点を取ったっていうことは自分のキャリアの中ではすごく輝かしいことだと思うから、まあ、その2得点でやはり周りの人間の歌とかっていうのもすごく変わりましたし、もちろんイングランドでもすごくそういう目で見られるようにはなりました、ね。そうですね、まあ移籍する前、フロンターレに来る前から聞いてた話ですけど、フロンターレはすごくファンとの交流っていうのをすごく重視するクラブだっていうし、っていうのを聞いてましたし、まあ、実際来てみて、そういうファンと選手との距離感っていうのはすごく近いものを感じるんで、まあ、それは J リーガー目指してる理念の中での一つだと思うし、まあ、それを実施しているクラブっていうのは多分フロンターレが一番だと思うんで、だからすごく素晴らしいクラブだと思います。そうですね、まあやはりまだ多分チームで最高が2位っていう結果しか出てないので、全てのタイトルにでタイトルを取るっていうことがすごく目標ですし、僕自身アーセナルでリーグ戦とカップ戦2つ優勝しましたけど、ほぼその2つの大会には試合に出てないので、自分が試合に出て優勝することっていうのは多分今年の一番の。怪我してしまったことに対しても後悔だったっていうのは全くなかったですので、まあ、やはりそれをどれだけ早く直して一気に外れたでサッカーを楽しむかっていうことをすごく怪我やってる最中すごくそれを常に思いながらやってたから、まあ、だからもう一日でも早くサッカーがしたいっていう気持ちで常に怪我の最中はモチベーションを高く保ってました、ね。もちろんこうプロスポーツができて、やはりサッカーでご飯を食べていけるっていう環境ができたことは、やはり子どもたちにとってすごく気になることだと思いますし、まあ、僕自身そうなったおかげでこうして今存在しているわけだから、まあ、だからすごく J リーグができて、すごくこうサッカーの人の環境ができてレベルが上がっていくっていう、すごく今右肩上がりで順調に来ていると思うから、ま
その上がり具合がすごくゆっくりになったとしても確実に上がっていくと思うので、まあ、この状態をずっとずっと続けていく必要が J リーグはあると思います。退場してて10人だったんですけど、まあ、絶対向こうの方が有利だった状況の中で優勝は決めれたんじゃないかな。その瞬間はすごく今でも鮮明に覚えてます。
ぱり今の僕をここまで育ててくれたのはそのマリンズがあって横浜があってたと思うので、まあ、引退したらやっぱりその横浜のその地域とかそのチームに関わっていきたいという思いはあります。そこはやっぱり恩を返すというか自分が受けてきた恩をしっかりと返していきたいという思いはあります。そうですね、やっぱりJリーグができたからそれを目標にして子どもたちっていうのがプロを目指していたと思いますし、まあ、僕自身もそうだったんですけど、Jリーグがあったから今日本代表があると思いますし、Jリーグがあったからこそ海外にもヨーロッパでね作成選手が今後に向けたのかなと思っていますし、Jリーグがなかったら、おそらく今の代表だったりとか海外でプレーする選手というのはここまで出てこなかったんじゃないかなと思います。やっぱり、J リーグですね、もっともっと選手以外でも盛り上げてもらえたなと思いますし、どんどんこう期待者で足を運んでもらえたなと思います。毎日というチームを、このボックスから応援してもらう、そしてやっぱ中澤佑二をもっと愛してもらえればなと思います。Have got the corner, and it will be Mohamed Tahiri to take it. Tahiri gets on it, and it's a goal. First strike for Sadai Gittipasan. It's 1-0. It's a sweet connect from Hossein Tahiri. Chambri looking for the equaliser, but it's back to Sanae. Taha takes the shot, and a great save by Ismail Abassian. Chambri searching for the equaliser, but Sanae Gittipasan dominating possession. Ismail for Ahmed, puts it past the right post. Chambri in control now. Apiwat, Natawat, and goal, that's the equaliser. Superwat, Tuan Klong. Has just pulled Chonbury Blue Wave level. Oh, he's been fantastic right through the contest this year. And that's a lovely strike from Superwood. It's been a tough game here. Full-time score was 1-0, an extra time, not yielding a result. No doubt that this game will move into penalties. And it's only fair towards the two sides who so deserve the title and are fighting hard for it. It's Superwood who'll do the take the first shot for Chonbury. Super Mohammadi getting ready, need the ball. Strike one, Superwood on target. Chonbury have got the lead here in the penalties. Time for Sanae Gittipasan. And Tahiri makes it 1-0. Pizzaro, Wongpayo, the captain, hits the roof from inside. It's now 2-1, Chonbury Blue Wave. Loves in Kazemi. And Kazemi has been denied. What a save by Ismail Abassian. Chonbury have the lead now. Not a word, but the Allen. What can he do?
and he hits a roof as well. Sean Murray now with strike three. Sanae Gitipasan are in a spot of trouble. Madi Javid. Javid is denied as well. That's a second save from the John Murray custodian. He smiled at Bossian there. What sheer joy here for the Thai club. Chiravat. Son Vichian. Will this be the winner? And yes, it is. It's 4 to John Murray and 1 Sanae Gitipasan in penalties. And John Murray Blue Wave become the first.